皆さんこんにちは。理学部地球科学科の山品です。物理科の神田です。今日は理学部のオープンキャンパスを取材しにやってきました。僕がオープンキャンパスに行った時に物理科の先生や先輩方のお話がとても面白かったことを今でも覚えています。それでは映像をご覧ください。どうぞ。それではオープンキャンパスに参加した動機を教えてください。私は理系の大学が志望してたので気になったんでここに来ました。私は静岡大学に行きたいなと思っていて、いろんな学部ちょっと見たいなって思ったので来ました。静岡県に住んでて大学のオープンキャンパスが気になったので来ました。大学行ってから科学の勉強をしたいなと思ったので静大の科学科のオープンキャンパスに来ました。理学部に入りたくて、それが動機です。今回お越しいただいた地域を教えてください。岐阜県から来ました。岐阜県から来ました。第一志望の大学の なので、自分のですかね、このモチベーションの向上のためにも見に来ました。自分の地域の中で静岡大学が一番学力が高い大学だったんで。我々の総合学コース、グローバル人材育成コースという名前をつけて今年度から走り出しました。でこのコースがどういう目的に作られているのかというのはこの最初のスライドにまとめてあります。で左側のこの塊は実は各学科、数学科とか地理科学とか政治科学科に人に入ってこられた学生さんの関係がこちらです。でそれプラス我々総合学コースというのは総合留学コース独自の科目というのが一覧用意されています。でこれがグローバル化であったりイノベーションに対応するような、まあ、そういうものになります。まず一番最初に理学部でなぜ生物学を学ぶのかっていう先輩方も我々も理学部に所属しているのかという話で、例えば他にも農学部や理学部、薬学部、さまざまな学部で生物を研究しています。また人の体も研究していますけれども、そことどういうふうに違うのか。まず理学部の特徴が大きく他の学部と違うところっていうのは、まず農学部、医学部、薬学部っていうのは明確にもうこの学部の設立のですね、ところから目標が決まっていて、まあ、実利的なっていうのは人に役立つ研究を、まあ、いたしましょうっていうふうに明確な目標を持っています。生物学に関しては合目性っていうのを唯一考えてもいい。例えばなぜ我々の目があるのかって、まあ、皆さん分かると思うように思いますが、ちゃんとまあ対象物をしっかり捉えるように目というものがあるわけですね。まるで、車にハンドルがあってブレーキがあるように我々の体っていうのは合目的にいろいろできています。で細胞の仕組みっていうのも本当になぜこれがそのタンパク質がそこに存在するのかって必ず合目性があるはずなんです。なんかそういうことを全て当たり前だっていうふうに思わないで、なぜなんだろうっていうことを、その裏には何が潜んでいるんだろうっていうことを、まあ、考えて研究する、探究するっていうところが、まあ、理学部であるということで、我々静岡大学の理学部、他の学科も含めてですね、そういうスタンスで、まあ、皆さん研究してるわけです。それまず、教育研究分野の大きな4つの柱ですね。技術科学、物理科学、生物科学という4つの柱があって、それに加えて施設としては別になるんですけれども、物理科学研究施設というのがあって、まあ、いくつのグループが協力して、研究力と教育と研究を行っています。それから、指導教員、高校まででも担任研究ですけれども、大学でも担任の制度は、科学科の場合はですね、各学年の学生さんを3、4人ずつにやって、1人の教員が担任をするというような仕組みをとっています。で我々はですね、まず原子力推進とかです、ね、反対とかそういうことをやるわけではなくて、放射線による安全をですね、安全性を研究するというのがメインです。安全を基盤にしたですね、核エネルギーシステムというのは作れるんだろうかというのをですね、テーマに研究を進めています。で、先ほど申し上げましたように、放射科学教育というのにですね、とても力を入れていまして、理学部
すなわち学部生ではですね、これ各理学部の各学科の協力のもとに、放射科学のですね、分野の授業をやってますよということで、物理学、化学、生物学、それから放射線計測、管理学に関する講義、それから実習なんかをやってます。それから大学院の方はですね、さらにもうちょっと専門性を加えて、この放射科学教育プログラムっていうのをですね、設置をしまして、高度なですね、専門知識を持つ人材を育成することによって、就職するときに、僕こういうコース受けてますよということでですね、積極的な学生さんだなというのをですね、積極的に認識してもらうということです。オープンキャンパスの感想を教えてください。施設とか人を一周して、すごいなんかいろんな設備もあるってことも知ったんで、なんかぜひ入学できるように勉強したいなと思いました。施設が綺麗でめっちゃいいと思いました。いろんな施設があったり、いろんな研究所とかがあって、とてもいい経験だったと思います。なんか施設がすごくいいなと思いました。大学の設備の充実したところとか楽しそうだなというところが分かりました。研究室を見学させてもらって、自分もここで研究してみたいなと思いました。高校までで習えない単語が多くて、全然難しくて分からないことばかりでした。研究所などを実際に見てみて、いろんな機会とか知れたし、学科のこともいろいろ知れたので良かったです。それでは最後に、将来の進路の希望があれば教えてください。私は生物の研究職に就きたいと思ってて、ここに来ます。私は公務員になりたいと思ってます。自分のやりたいその研究テーマを見つけて、そういうのを研究できるような、そういう職業に就きたいです。僕も自分の研究したいことが研究できるような職業に就職したいです。以上、理学部のオープンキャンパスの様子でした。山科さんはどうして理学部を選んだんですか？はい、私は岩石や地球の内部構造に興味があったので理学部に進学しました。実際静岡大学に進んでみてどうですか？そうですね、富士山での実習など静大でしかできない野外実習がたくさんあって楽しいです。興味の湧いた高校生はぜひオープンキャンパスに参加してみてください。